進むさつき編区は中国共産党が日中戦争期間中に河北地区に設立した高日根拠地。現在の山西省、河北省、遼寧省、内モンゴル自地区にまたがる地域に設置された。1937年、六甲橋事件により日中戦争が勃発すると7月末には北平市、天津市、8月27日に チャハル少将会の万全権が日本軍に占領された。この事態に9月17日、毛沢東は首都区、法徳会、任出時に対し河北地区への軍事行動を指示、第115次第が作戦行動を起こし山西省北部の五大地区に展開した。そうした中、10月10日には日本軍により赤門権が占領されたことを受け、同月23日、 1> 第115師団の主力部隊は、上司関支援のため、副市長県政務委員の上久殺至るが、独立部隊を率いて、遊撃戦を展開、玄県、高齢県、茂蕎麦県、霊宮県、宇つ県、極陽県、関県、東県を脱回、元北遊撃区及び、殺難遊撃区、北祭遊撃区を設置した。この戦火により11月7日、八掃除軍、 総司令官であった首都区により、審査式軍区の成立が宣言され、上飛佐市至るが軍区司令に就任した。12月5日、進むさつき返挙軍生民代表ころ、光備えところが、河北省岡平県で成立し、変区政府の設立準備に着手した。1938年1月10日、 進むさつき編区第一回軍政民代表大会が岡平県で開催され、14日に進むさつき編区軍政民代表大会宣言を採択。翌15日に審査式編区行政委員会を選出。31日には進むさつき編区政府が正式に成立。下部に新東北行政区、木西行政区、気中行政区が設置された。しかし九月二十日、 日本軍の五大攻略により五大、関県、東県、極陽県、霊宮、県の各県が日本軍により占領。翌年10月には総統作戦の結果、岡平県以外は全て日本軍の勢力下に置かれた。1940年8月、進むさつき変区行政委員会は、選挙区の転換を目指し変区管轄地域の改変を決定。 進むさつき編区行政、正しさ支線員交渉組織対抗を発表、戦勝を再編し、日本軍への攻撃拠点としたが、その後の戦闘によりこれらの行政区は、事実上崩壊、遊撃区と占領区が入り乱れる状況が生まれ、遊撃区が編区全体の80%を占める状況が喪失された。戦況の変化により数度にわたり、行政区改編が実施された。 進むさつき変区であるが、1945年の日本の敗戦に伴い、8月23日には、共産党軍が、チャハル省省会のカルガン口市を解放、同日審査式揮区政府は、カルガン口市人民政府を設立、変区直轄市と定めている。この時点で、進むさつき変区政府は、チャハル省、ネッカ省、河北省の大部分及び、山西省北部、 水淵省東部、遼寧省西部にまたがる4行所、1辺区直轄市、19千区、140県を統括する行政区となった。国境内線が勃発すると1946年、国民党軍により、カルガン口は占領され、ススムサツキ編区政府は、岡平に移転した。1948年、ススムサツキ編区政府とススムキロヨ編区政府は、 合併市下北連合行政委員会が成立し、進むさつき変化は廃止された。ありがとうございます。